はい、それでは X ラボ、今回のテーマは、GFX100S でございます。開発メンバー3人に来ていただいております。まず外装設計高木さん、はい、よろしくお願いします。外出設計の西尾さん、よろしくお願いします。そして、手ぶれ補正を設計した石田さん、はい、よろしくお願いします。はい、この3名と私は司会兼商品企画の上野ということで進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富士フイルム開発者によるプロダクト解説 X ラボ。今回この GFX100S はですね、まあ、2年前に発表しました現行モデル GFX100、まあ、これの、まあ、言ってみれば兄弟機と、決して後継機ではありません、はい、GFX100 を出して非常に、まあ、驚きとともにですね、画質の高さ非常に高い評価をいただいたんですが、すごく我々としてはね、あれでも小さく、そして、低価格にした自負は今でもあるんですけど、お客様の声として、より、まあ、小型軽量で、もう少し買いやすい、作る側からすると非常にハードルは高いんですけど、まあ、強いご要望をいただきまして、作ったのがこの GFX100S になります。それではちょっと各項目に沿ってですね、いろいろとお話をいただきたいと思います。じゃあまずは外装設計から、まあ、この GFX100S 小型軽量を実現する、まあ、一番のポイントとか、頑張ったところってどこですかね。外装、レイアウトをいくつか工夫できたところがあります、うんうん、具体的に言うと、あの GFX50 ほぼカメラの筐体の中でシャッターが大部分の面積を占めてたんですけれども、今回の機種についてはシャッターはこれぐらいの範囲内で収めることができて、電池の配置をこのシャッターの隣に、ここの部分に縦置きできるようになった、ね、縦にねこうやって入ってますもんね、はい、でしかもよく見ていただけるとちょっと傾いてます。はい、ちょっと斜めに入ってますね。ちょっと斜めに入っていて、ね、うん、数字で言うと具体的には 7.5 度傾いているんですけれども、うん、傾いているんですけども、本当コンマ5度単位でちょっとずらして、シミュレーションして、一番最適なサイズになるものはどこかというのを探し求めた上でのこのサイズですね。電池についてもちょっとこういう2つお椀の形になっている、ね、まあ、T4 で初めて採用した W235、はい、そこの電池のくぼんでいる部分、うん、ここのくぼみを使っているっていうところを使って、うん、はい、幅を抑える。これはね、電池を作るときに思い出すんだけど、このくぼみを作る作らないから含めて議論したことがあるんですよね。でいやこれ普通にこうフラットでもいいんじゃないとか、はい、うん、言ってたんだけど、いやここ削っとくとさ将来役に立つかもしれないから使わせていただきました。ギリギリまで小さくしないっていう話をしたのすごい覚えてるんだけど、すごい今役に立ったってことだよね。ここの、この山の削りが、はい、役に立ってます。よかったねこれ削っといて、まあ、あとはあれですかね、硬化すれば、硬化すればそうですね、ここを初めて形状を変えて、まあ、今まで一つとんがった棒が出ているというか、うん、そうですね、もうちょっとこう今回は面で、そうですね、指に触るけど、どっちかというとこうスティック状でスティックを倒すっていう意識でやってました。あれはあれでそれがすごく入りやすかったからなんだけどね、今回、思い切って、うん、そこの操作改善っていうのに中のデバイス含めて全て見直しをして刷新動かし方とそれに対するフォーカスポイントの移動の反応速度、追従性、はいはい、これかなりこだわりましたね。でそのまあ外装と一緒にその制約をクリアしたのがフォーカルプレーンシャッター&手ぶれ補正、石田さんの範囲になりますけど、やっぱりフォーカルプレーンシャッターのブレードがまず大きいっていうのは、我々商品企画も過去すごく何て言うんでしょうね、痛感してて、今回それを、まあ、初めてですよね、フォーカルプレーンの底を変えたっていう意味では。どのぐらい小さくなったんですかね。20% 近く、 20%、はい、正面紙の面積で小さくなってます、うんうん、それをその小さくできたポイントは何ですか。これ GFX100 のユニットなんですけど、うんうん、やっぱりその部品をどうしても削減しなくちゃいけなくて、うん、今までこう2つのモーターで実現してた MAX 制御の機能があったんですけど、うん、まあ、それを1つで実現できるようにしたっていうのが一番大きいのかなと思います、うんうん、
このモーターをなくすことができるようになったおかげで、うん、レイアウトの大幅な見直しが可能になって、うん、まあ、さっき言ったように電池を横に入れられるような構造が実現できたかなと、うんうんうん、でも性能は変わってないですよね。性能は変わってないです。その連射速度も変わってないし、うん、耐久も変わってない、はい、性能的に失うものなく 20% の小型化を実現した、はい、そうですね、まあやっぱりその制御の仕方とか、うん、まあ、その制御を実現する他の部分での構造の、うん、設計を変えたりとかして、うん、まあ、そういう実現しました、うん、でフォーカルプレーンだけじゃなくてそこにね手ブレ補正が来るじゃないですか。はい、やっぱこのスペースを詰めることによってこの手ブレ補正のユニットに対する負荷っていうのはどうしても大きくなってしまうんですけど、まあ、これ GFX100 のユニットなんですけど、うん、基本的にはその浮力の引き出しを、うん、ちょっと分散させて負荷を分散させるっていうのをやったのが結構大きかったのかなと思っています。うん、それによってやっぱりそのちょっとこの小スペースをうまく実現できたのかな、うん、まあ、初めて富士フィルムで手ブレ補正を積んだのがまあ H1 なんですけど、はい、H1GFX100T4S10100S5 種類目じゃないですか。これ全部違いますよね。違いますね。ユニットどんだけ作るんだっていうね。毎回専用設計しますよね。その中に4つ関わってるんですけどで結果あれですよね、小型化できただけじゃなくて実はその補正段数もはい、上がっている、はい、やっぱりその軽量化するっていうことでどうしても揺れやすくなってしまう、同じパワーでも揺れやすくなってしまうっていうところがあったんですけど、うん、まあ、そこもちょっと高木さんとかと開発の時からすごい一生懸命やって なるべくそのジャイロセンサーに対して振動が伝わらないような、うん、こうなるべくこう優しく保持してあげるような、うん、そういう優しく保持するそういう構造設計をして、うん、まあ、最高6段達成できたのかな、うん、いや実際に僕もねこの試作機をお預かりして結構厳しい条件で撮ってみましたけど、本当1億画素が手持ちで20分の1秒とかの低速シャッターでもピタッて止まってるのを見ると、まあ、ちょっと感動しますよね、うんうん、じゃあこれから先あれですかね、小さくしてって言ったらもう打ち出の小槌みたいにどんどん小さくなりますかね。まあ頑張ります。まだまだ言ったり頑張ります。